はい。ではですね、えー、多様なエネルギーとその移り変わりと、まあ、エネルギー資源とその利用いきましょう。まず一番目、えー、図で物体を引き上げる仕事をするために、モーターを回したのは何エネルギーか。はい。モーターっていうのは、まあ、電気を流すとね、これ、回って動くわけですよね。だから、モーター回したのは、これ、電気エネルギーになります。おっとっと、 この辺は、あの、計算が、まあ、いいんでね、えー。覚えればいいって感じですね。はい。2番目いきます。えー、図で、この電気エネルギーは何エネルギーから作られたものですかはいはい。まあ、これね、えー、光電池と繋がってるんでね。これ、光エネルギーですね。うん。光エネルギーを電気エネルギーに、まあ、変えてるわけですよね。だから、光エネルギー。 はい、3番目。物体に対して仕事をするためのエネルギーはいろいろなものがあると。はい、1には物体が持つ何エネルギーにより仕事を説明したものか。うん。ガソリンは燃料として燃やすと自動車を動かすことができると。うん。え、ガソリンが持ってるね、エネルギーですね。うん。これあの、燃えたらすごい熱エネルギーが出ますよね。うん。だからエネルギー持ってるわけなんです。え、こう、燃やして、 熱エネルギーに変わるようなもの。これを化学エネルギーって言います。うん。燃料はね、すべて化学エネルギーを持ってると言えます。なので、ガソリンとか、灯、えー、油とかね、えー、まあ、いろいろ、なんていうかな、灯油とか、石炭とかね、天然ガスとかも全部化学エネルギーを持ってると言えると覚えておいてね。はい。引き伸ばしたり縮めたバネは物体を動かすことができる。うん。 えバネってこう縮めたらビヨーンってね、伸びたりしますよね。うん。えー、こういうのを男性エネルギーって言います、うん。男性エネルギーですね。元に戻ろうとする、えー、力があるんでね。そういうのは男性エネルギーを持っていると言えます。はい。さあ、えー、っと、2番目いきます。えー、この、 これよくでいい問題ですね。暗記しないけど、3つのポイントですね。はい。さあ、この図見てください。えー、矢印みたいにですね、これ水がね、これ移動してるんですよ。これなんで水が移動するかっていう話なんですけれども、これ、温めてるんでね、あの、熱い水っていうのは冷たい水よりもこれ軽いんですね。うん。だから熱くなった水は必ずこう上にこう移動していくんですよね。うん。 えー、温度が高い部分が上に、低い部分が下に移動していく。このように液体が流動していくんですね。うん。えー、こういうことを対、えー、流と言います。対、えー、流っていうのは、こういう液体とかね、あるいはこう空気、体ね、気体でも起きます。うん、えー。地上でも起きてますよ。だから、えー、例えばなんだろう。昼間暑いと、温められた空気はね、上の方に上がっていきますからね。これも対流していると言えますよね。 うん、だから、気体とか液体中ではこういう風にね、対流が起きるんです。うん。はい。まあ、これ矢印が来てたらね、対流と覚えとけばまあいいかもしれないですね。文章でもちゃんと覚えといてね。うん。液体が流動して運ばれるとか。うん。熱が運ばれていくって言ったら対流です。はい。で、2番目。で、この図でですね、ビーカーに金属棒を入れますと。 そうすると金属棒がね、あったかくなっていくんですね。うん。この時金属棒があったかくなるのは、温度の違う物体同士が接した時、温度の高い部分から低い部分に熱が移動する現象が起きるんですね。うん。まあ、金属棒をこうね、刺したらですね、この水っていう、こう、粒子ね、水の粒子は熱を持ってますよね。なので、金属の構成している金属、まあ、原子ですよね。 金属の物質にこう熱をね、どんどん伝えていくわけ。うん。いいかな。うん。だから、こういうのをですね、えー、熱伝導って言います。熱伝導。まあ、伝導だけでもまあいいんですけど、熱伝導ってしっかり、まあ、覚えておきましょうかね。漢字で覚えておくようにね。うん。熱い物体から、まあ、まあ、冷たい物体に熱がどんどん移動していくんですね。うん。っていうことね。はい。 で、3番目。えー、図で、高温になった物体から光や紫外線が出て、周りの物体が受け取ると、物体が熱、物体に熱が移動して熱くなると。うん。えー、まあ、ちょっとこれだとね、あ、これ、これ分かりやすいかな。これね、うん。これ、まあ、この、そうですね。たぶ太陽の光とか分かりやすいんですけどね。太陽の光とかっていうのは、もう宇宙遠く離れたところにあるのにね。 太陽の光、紫外線が出てね。それが地球まで光と、光や紫外線としてやってきて、地面を温めたりするわけですよね。あるいは、えー、電気ストーブとかね。えー、光ってる電熱線。あこから、えー、光や紫外線が出て、赤外線が出てね。それで、そし赤外線が当たると温まるんですね。うん。光や紫外線、あるいは赤外線によって、えー、熱を伝える。こういうのを熱放射って言います。うん。 なのでね、あのー、寒い冬でもね、光が当たっている時ってね、太陽が照っている時って、昼間は少し温まりますよね。うん。あれは、えー、光や紫外線によってね、えー、そう、光が、光や紫外線が地面とか、体に当たると暖かくなるからなんですね。うん。熱放射って言います。これ3つしっかり覚えておいてください。はい、3番目。えー、エネルギー資源についてですね。うん。はい。 石油、石炭、天然ガスは、その出来方から何燃料と呼ばれているのか。あの、石油、石炭、天然ガスね。まあ、液体、固体、液体ですけど、もともと生物の死骸からできてるんですよね。うん。生物が死んで、それがこういった化石燃料になっていくわけですね。まあ、僕今言った通りなんですけれども。化石燃料って言います、こういうのね。うん。はい。で、2番目。で、 ウラン。うん。えー、ウランは原子力。ウランってね、これは化石燃料じゃないから気をつけてね。うん。生物死んでもこんなん出てこないからね。原子力発電や医療検査器具などで使われます。まあ、これレントゲンとかですね。うん。この時、ウランから出るよ次のような性質を持つものを何て言うか。うん。まあ、こういうね、放射性物質からは出るね。まあ、言っちゃうけども、放射線っていうのはね、物質を通過していきます。 そして、えー、生物や人がね、大量に浴びたらね、えー、異常を引き起こすんです。うん、危険なんですね、これね浴びすぎ。浴びすぎると危険なんです。これを放射線って言います。大量に浴びると、体がね、非常に異常を起こすんで、非常に危険なんです。覚えておいてください。はい。3番目。 図のエネルギー資源は、私たちの生活の場には、主に何と、何エネルギーに変化されて供給されているだろうか。はい。えっ、ー、とね、生活の場って言ったらね、あの、うーん、まあ、一番使いやすいエネルギーって何かって言ったらね、もう、正味、電気なんですよね。あの電気エネルギーってね、めっちゃ運びやすいんです。あの電線さえあればね、いくらでも運べるんで、で、電気エネルギーから、光エネルギーとか、音エネルギーとかね、熱エネルギーとか、いろんなものに変えれますんでね。うん。なんで、 ま、これらは、発電所でね、えー、電気エネルギーに変えてしまうはずですね。うん。なので、電気エネルギーですね。はい。4番目行きましょう。はい。図のエネルギーの中でね、うん。少ない量で莫大なエネルギーを入れる。うん。まあ、これね、これなんです。ウランなんですよ。うん。えぇ、ー、まあ、 原子,えー、原子力、核エネルギーっていうのはね、ものすごいちょっとしたエネルギーで莫大なエネルギーを得ることができるので、うんえー、これはウランになりますね。化、う、学、んまあ、これちらは化学エネルギーですね。石油、石炭、天然。これ化学エネルギー。これは核エネルギーっていうんですねで。核エネルギーは少ない量ですごいエネルギーを取り出すことができます。はい、5番目。 では、これらのね、えー、石油、石炭、天然ガス、ウランの量にはどんな問題点があるかっていうと、まあ、ここに書いてある通り、残りの年数って書いてますよね。まあ、いずれなくなってしまうんですよ。だから、えー、まあ限りがあるとかね。まあ、埋蔵量に限りがある。まあこれが一番いい答え方かな。うん。埋蔵量に、まあ限りがある。こんな感じで書けば丸ですよね。はい。それでは、ウランの方に行きましょう。もう、そのままっちゃいますね。よいしょ。はい。 で、えー、4番目なんですけれども、えー、1と、まあ、これ手回し発電機ですね。うん。で、ハンドル回して豆電気の明かりをつけたと、はい。えー、エネルギーの移り変わりがしていると、はい、1番目、1と2に当てはまるエネルギーは何か。はい、手回し発電機によってね、こう電気が、電気エネルギーが作られてるわけですよね。うん。で、どうやったら電気エネルギーが作れるかって、こう、手回しって書いてるんで、手でぐる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 これ回してるんですよね。これモーターを回してるんですけどね。 で、えー、これ、回す動かしてるってことは、これは運動エネルギーですよね、うん。運動エネルギーによって電気エネルギーをこう作っているということになるわけです、うん。動かしてたらもう運動エネルギーって覚えておいてね。動いているものは必ずこの運動エネルギーを持ってるんでね。で、電気を作っていると。うん。で、それによって、その電気によってこれ光らせてますから、光エネルギーですね。 はい。で、カッコ2。手回し発電機のハンドルを回すと、本体に触れると熱くなっていたと。これは、えー、図2以外にですね、手回し発電機で何エネルギーに変換されたのか。これね、あの覚えておいてくださいねあの。これ運動エネルギーでしたよね。うん。でもね、動かすとね、どうしても摩擦が起きるんで、電気エネルギーだけじゃなくって、 えどうしてもね熱エネルギーがこう必ず発生するんですよね。いいですかね。熱エネルギーがね必ず発生しちゃうんです。だから、括弧にはですねまあ熱エネルギーですね。はい。このエネルギーは全然こうこれ光らすことに役に立ってませんけれどもね。この運動エネルギーは電気エネルギーとまた熱エネルギーにこう2つに分かれてねえ発生してるんですよね。 豆電気を光らせてるのはこの電気エネルギーのおかげです。はい、3番目。で、11の実験では、エネルギーが移,移り変わっても、エネルギーの総量は変化せず一定に保たれています。このことを何て言うか。はい、どういうことかっていうと、この運動エネルギーね、仮にこのエネルギーを10としましょう。で、そのうち、電気エネルギーが 8, 8, 8に変わってね、えー、残り2が熱エネルギーってことなんですよね。うん。で、これを足すとね、 10ですよね。元のエネルギーと等しいんですよ。こういうことです。だから、エネルギーはこのように変換されていくけれども、それを足したら元のエネルギーと一緒ですよっていうことですね。この法則を、エネルギー保存の法則って言います。エネルギー保存の法則ね。いいでしょうか。うん。はい。で、4番目。 えっと、図2で電気エネルギーのすべてが2に変換されないわけね。こうやって、こう、必要としないエネルギーにどうしても熱エネルギーに変わっていってしまうんですよね。うん。この時、元のエネルギーから目的のエネルギーに何変換できるかを何というか。うん。まあ、例えばこれだと今80%になったんだけれども、そっからね、また多分熱エネルギーに変わっちゃうと思うんですよね。うん。 熱エネルギーね、多分これ3ぐらい出てくるんかな。で、じゃあ結局光エネルギーはですね、えー、5なんですよ。うん。あの豆電球触ってみたらわかるけど結構熱いんですよね。だから、多分電気エネルギーのうちの3は熱エネルギーに変わって残り5。だからまあ変換効率これ50%ですよね。例えばよ。うん。まあ、こんな感じでね、度数も、えー、得られた、えー、 必要、まあ、こう使ったエネルギー、目的のエネルギーっていうのは元のエネルギーも少なくなっちゃうんですね。で、何パーセントかみたいな。そういったものを変換効率って言います。うん。変換効率ね。うん。ね、あのー、まあ、例えばこれ LED とかね、今は結構使われてますけどね。あれね、ここで電気エネルギーからね、 え、光エネルギー取り出すときに熱エネルギーほとんどゼロなんですよ。あれ熱くならないんですよね。だから、電気エネルギーほとんどね、えー、無駄なくね、光エネルギーに変えれるんで、よく最近使われてるんですね。しかも寿命が長いんでね、めちゃくちゃ今使われてるのは皆さん知ってると思います。はい。5番目いきます。はい。これ発電についてですね。まず最初はですね、こう、燃料を送って燃やしてるっていう感じで、まあこれは、 火力発電ですね。うん。で、それぞれ。で、B は原子力発電。ウランとか使ってるわけです。うん。ウラン使ってるね。それぞれ何エネルギーを熱エネルギーに変えてるのか。はい。A は、これは化石燃料をね、石油とか天然ガス燃やしてるんで、これは化学エネルギーですね。うん。化学エネルギーを燃やして熱エネルギーに変えてるんですよね。で、こっちは、 ウランとか使って、原子力使ってるんでね。これは核エネルギーになります。うん。で、カッコに。AB では水を高温の何に変えて発電機のタービンを回してるのか。え、どうやってね、この発電、おっきいおっきいおっきいこのね、発電機回してるのかと。このタービンっていうね、もの回してるのか。っていうところ、じゃ水蒸気の蒸気の力使ってるんですね。うん。水は、 あのめちゃくちゃ加熱すると水蒸気に変わりますからね。そうなんですよ、これ。水蒸気を、蒸気の力でこうタービンを回してるんですね。うん。なので、これ、水蒸気です。はい。では、次3番目ね。タービンでは何エネルギーが電気エネルギーに変わっているのかと。タービン、ここ見て、注目してくださいね。タービンを動かして、ですね電気を取り出してるんですよね。 はい。もう手前足発電機と一緒です。これの、まあ言ったら、巨大版なわけですからね。うん。だから、まあもちろんこれ蒸気の力で体こを動かしてるんでね。うん。動かしてるんで、これ運動エネルギーですよね。大丈夫ね。おっとっとっと。エネルギーですね。はい。4番目。では、A の発電の端緒の一つに、 気温を上昇させる性質の持つ気体の発生があります。この気体は何かうん。A はね、どうしてもこれ化石燃料を燃やすので、必ずね、これ有機物なんで、二酸化炭素がめっちゃ発生します。うん。これ地球温暖化の原因になっちゃうんですね。B はね、二酸化炭素が全く出ません。うん。ね、二酸化炭素全く出ないで、地球温暖化とか B は関係ないんですね。うん。なので、A は二酸化炭素ですね。地球温暖化の原因になってしまいます。 では6問目いきましょう。はい。ある発電のシステムをも式的に表したものだと。はい。図のシステムは、発電と同時にこれまで吸われていた熱も利用してエネルギー効率を高めています。このシステムを何というか、っていうことなんですけども、まあ、天然ガスを使ってですね、まあ、発電してね、電気を作ってるんですけども、それ以外に、発生した熱をね、うまく利用して、このビルを温めたりしてるんですよね。 はい。こういう仕組みを、まあだから、なんていうのかな。捨てられていた熱を使うと。この熱は使わないっすよね。うん。例えばさっき言った、ここね。この熱みたいな。この無駄になるエネルギーですよね。こういうのは。こういうエネルギー、熱エネルギーをうまく利用するという、えー、システムのこと。これを、コージェネレーションシステムって言います。コージェネレーション。 システムですね。これはあの、皆さんね、あのー、エルモのプール知ってるよね温水プール、エルモの温水プール、西小戸川にあるね。あれは、焼却場のね、焼却場でゴミ燃やしてるんだよね。ゴミ燃やした時に出る熱、これ無駄ですよね。これを利用して温水プールにしてるんですよ。ね。うまいこと、これむ、なんていうのかな。使われない熱をうまく利用してるよね。 こういうのをコージェネレーションシステムっていうんです。だから、エルモノプールもコージェネレーションシステム使ってるんですね、うん。はい、2番目。エネルギー資源を長く利用していくには、エネルギー効率を高める他に、新しいエネルギー資源も有効だよと。12はどんな発電ですかと。はい。えー、まあ再生可能エネルギーとかね。えー、まあ太陽光発電とか、風力発電とか、まあそういうのもあるんですけども、 今回はどうでしょう一番目。地下のマグマの熱によってできた水蒸気を利用している。うん。日本とかね、もう、噴火火山とか多い、地震とか多いじゃないですか。うん。マグマの熱がね、よってね、火山が起きてね。えー、あと、温泉とか多いでしょ。うん。温泉とかにもまあ利用できるんですけど。他にも発電にも使えるんだよね。マグマの熱を利用して、えー、水蒸気いっぱい出ますからね。それでタービン回すと。 という、ね、ことですよね。これ、地熱発電って言います。うん。Okay、はい。で、次、2番目、えー。作物の残りかすや木材を加工したときにできる木片を細かく砕いて利用する。まあ、こういったね、えーまあ、有機物のゴミですね、えー。それを燃料にしていくっていうことで、これをバイオマス発電って言います。 作物を残りかす木材を加工してできる木片などをね、うまく砕いて、その燃料にしてるということですね。はい、以上になります。